ステップアップツアー今年の、年間獲得賞金ランキング1位ウ・ジャイエン選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。どうですか、1年振り返って。本当に嬉しいです。で、前半戦の時はこの賞金女王になることは全然考えていなかったんですけど、後半はますます自分のゴルフに集中できるようになって、成績もだんだん安定してきて本当に嬉しいです。今年シーズンがスタートするときに楽しみであったりとか不安であったりとかそういうところありました？そうですね。最初来たときは不安でした。日本語もあまり喋れないし、日本のゴルフコースもまだ慣れていなかったですから不安でした。台湾のホールで、師匠であるトウ・アキョクさんにもなんかスイングとか見ていただいたみたいなんですけれども、技術的なところで何か教えてもらったりところがあれば教えてください。トウ・アキョクさんはパンチショットが低いボールが上手ですから、私風が強かったらもうあまり不安しないです。はい、でもそこから日本のステップアップツアーでね、ずっと上位を占めて、今年ステップアップツアーは、トータル3勝されました。ご自身で自分の強みといいますか、どこが一番良かったと思います？最後までは自信が一番大事だと思います。そうですね自信が良かったです。それは気持ちが強いということですか？はいちなみに日本のコースの印象どうですか、今年戦ってきて。台湾と全然違います。グリーンは速いし、傾斜も強いし、本当に挑戦的なと思います。はい、そして台湾ではあんまりその連戦が続いたトーナメントないとお聞きしてるんですけども、その日本で毎週のように戦ってきて疲れとか出なかったですか、どうですか？そうですね、最近は疲れています、はい、トーナメント戦う上でなんか台湾と違うところとかってあります？一番違うところはギャラリーさんがいっぱいいます。台湾にはあまりいないです。はい、ギャラリーに見られてプレーするのには慣れました？慣れました。いつもこうクールにプレーされているんですけども、それは心がけているのか、普段からそうなのか、もし教えてください。子供からずっと冷静にプレーしましたから今もそうです今年日本で戦ってきて自分に足りなかったこととか、ちょっとやっぱりまだまだ苦手だからもっともっと伸ばさなきゃいけないところとかあれば教えてください。そうですね、パッティングはまだ足りないと思いますから、もっと頑張って練習します。もうやっぱりグリーンが難しいということもあるんですか？そうですね。速いグリーンはまだ慣れていないです。速いの方。次のオフ、どういったことを課題に修正トレーニングされていきます？体力とゴルフのパッティングの術とかスイングの術とかもちゃんと練習します、はい、でいよいよ来年はリランキングまでですけれどもレギュラーツアーに参戦することになります。どういった戦いプレーを見せてくれますか？いいスコアプレーしたいです。レギュラーで戦う上で何が重要だと思います？メンタルが一番大事だと思います。今年100点満点中何点でした？技術面だけで言うと。75点です。で言うとじゃあ後の25点はパッティング？パッティング。そうですね。はい、パッティングです。あとアプローチです。アプローチ。レギュラーツアーで戦うプレイヤーとしての夢と目標を教えてください。来年はレギュラーツアー優勝できるように頑張ります。何勝しちゃいましょう。まずは1勝目をマークして目指しています。はい、じゃあ最後にカメラに向かって一言メッセージ、意気込みをお願いします。来年はレギュラーツアーに活躍できるように頑張ります。